平野紫耀、ハイブランドの撮影オフショットでファンを魅了。新たなスタートに期待高まる。ジャニーズ事務所を退所し、新たなステージに踏み出した元キングプリンスへの平野紫耀26がファッション界でも注目を集めています。彼は7月7日、滝沢秀明氏が社長を務める戸部所属として新たな一歩を踏み出しました。 その後、彼はルイ・ヴィトン、エルメス、ディバン氏、バレンティーノなどの一流ハイブランドの撮影に参加し、そのオフショットを SNS で公開しました。その可愛らしい姿勢とファッションセンスにより、ファンからの賞賛を浴び、新たなスタートに期待が高まっています。平野紫仕様、ハイブランドの魅力に触れる。 ヒラの仕様は、ジャニーズ事務所を退所してからトベに加入し、そのファッションアイコンとしての活動が注目を浴びています。最近、彼はルイ・ヴィトン、エルメス、リィバン氏、バレンティーノといったトップハイブランドの撮影に参加し、その際のオフショットを SNS で披露しました。これらのオフショットは、ヒラの仕様のファッション感覚や魅力を余すことなく表現しています。 特に、ルイ・ヴィトンのデニムのハーフパンツのセットアップ姿で、くるくる回るお茶目な動画は、ファンから多くの注目を集めました。彼の愛らしい仕草や、ハイブランドの洗練されたファッションとのコントラストが、多くの人々に魅力的に映ったのでしょう。SNS 上では、かっこよすぎだよ。くるくるが可愛すぎる最高な、 ツーショットといった反応が続出しわずか1時間で35万件を超えるいいねが集まりました。戸ベへの移籍と新たなスタート。平野市用の戸ベへの移籍は彼のファンにとって待ちに待った瞬間でした。戸ベは滝沢秀明氏が率いるエンターテインメント事務所で多くのジャニーズアーティストが所属しています。 この遺跡により、平野潮は新たなステージでの活動をスタートし、ファッションやエンターテインメント分野でのさらなる成功が期待されています。渡米への加入について、平野潮は新たなチャレンジにワクワクしています。これからもファッションやエンターテインメントで皆さんに楽しんでいただけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。とコメントしています。 彼の情熱と才能は新たなステージでの活躍を約束するものとされています。ファッションアイコンとしての活動。平野志洋はジャニーズ事務所在籍時からそのファッションセンスで知られ、多くのファッションブランドや雑誌とのコラボレーションを果たしてきました。その洗練されたスタイルと幅広いファッションアイテムへの挑戦姿勢が多くの若者に影響を与え、 彼をファッションアイコンとしての地位に押し上げました。都米の移籍後も、彼のファッションアイコンとしての活動は継続され、ハイブランドの撮影に参加するなど、そのファッションへの情熱が存続しています。これにより、彼はファッション業界において、ますます注目を集め、ファッション愛好家からの熱い支持を受けています。ファンの期待と応援。 ヒラの仕様の新たなスタートには多くのファンから期待と応援が寄せられています。彼の SNS 投稿にはファンから多くのポジティブなコメントやいいねが寄せられその人気の高さが示されています。彼のファッション活動やエンターテインメントでの才能に対する信頼は今後の彼の成功につながることでしょう。 ファンからの応援メッセージの中には、新しいスタートが楽しみ。これからも平野仕様の活動を楽しみにしています。彼のファッションセンスは絶対的なものがありますね。トべでの成功を心から願っています。といった声が見られます。彼のファンは、彼の成功を心から祝福し、彼の新たな道をサポートする覚悟でいっぱいです。結論。 平野紫仕様のファッション活動と渡辺の遺跡について、彼のファンからの期待と応援が高まっています。彼のファッションセンスとエンターテインメントでの才能は、今後の彼の成功に大きく寄与することでしょう。彼の新たなスタートに注目し、彼を応援し続けるファンの姿勢が、彼のさらなる成長と活躍につながることは間違いありません。